はい、どうも、荒木裕太です。今日紹介する論文は、星野太さんの習字学におけるエコノミー、実践、配置、秩序ですね。ニュクスの2015年1月の創刊号に出てるものですね。で、まあ、この論文は、エコノミーって、まあ、言葉が、まあ、あるよねと。で、まあ、それはもちろん経済を意味するわけですけども、ただ、まあ、現在においても、経済だけではなくて、まあ、もっと広範な意味に開かれた言葉なわけですよね。生産、交換、分配、まあ、そのシステムを、まあ、指す、とても広い意味を持った言葉なわけですね。で、まあ、これを一括して論じるのはなかなか難しくって、だから、まあ、とりあえずは、その語源であるところのオイコノミアに遡って、まあ、考えてみる必要があるんじゃないかって話をまず第一にしているんですね。で、まあ、アガンベンっていう、まあ、哲学者がいて、まあ、彼はこのオイコノミアを経営的パラダイムなんだってことで、特徴をつけるわけです。で、まあ、経営的パラダイムっていう言葉で、ね、何が言いたいかっていうと、学問的な知識。ちゃんと秩序づけられて、安心できるっていうか、客観的に、なんていうか、確定された、そういうエピステーメとは異なる実践的な活動を、まあ、意味するものなんだ。まあ、一回一回の、なんていうかな、行動というか、具体的な、状況、での活動ですね。まあそういったものを意味するものとしてオイコノミアを捉えることができるんだっていうことを言うわけです。で、まあここから星野さんのまあ専門的なところに入っていくわけですが、このオイコノミアっていうものは習字学の中でも大きな役割を果たしていたんだっていう話になっていくわけですね。習字学、レトリケというのは、まあもともとは法廷で、その自分の主張を聞いている聴衆たちをいかに説得するのか、まあ、その技術だったわけです。で、この説得の技法っていうのは一回ごとその異なる言葉の使用なわけですよね。どういうふうにして説得したらいいのか、実践と深く結びついている。で、これってすごい、オイコノミア的なんじゃないか。そして、それは、実際の、なんていうか、オイコノミア論、失礼、習字学の様々な本の中でも、そういうことが言われてきたということになるわけですね。で、まあ、キケロとか、クインティリアヌスとかですね、まあ、そういった人たちの本をちょっと眺めてみると、オイコノミアの回帰文で、配列だとか、まあ、配置っていうものが、まあ、出てくる。そうなんですね。まあ、ちょっと一瞬だけ脱線しますけど、ディスポジティオかな、間違ってたらすいません。は、オイコノミアからもうその出てくるんだが、それ以前に、タクシースとの、なんていうか、配列ですね、とのつながりが強いんで、オイコだけ見ちゃダメだよっていうことも、注意してるんですが、まあ、それはちょっと置いといて、まあ、じゃあこの配置っていうのは何なのかっていうことになってくると、もう自分のね、発想をいかに秩序づけてその全体像を作っていくか、まあその話を指しているわけです。別の言葉で言うと、配置っていうのは自分の発想を習字、言葉の具体的な使い方ですね、この習字に橋渡しする。この中間項をなすのが、まあ、配置の、位置づけであるというわけです。まあ、習字学っていうのは、こういうふうに語ればこういう効果が得られるよ、みたいなことを教えてくれる学知であり、まあ、一つの理論なわけですよね。ただ、まあ、この学問っていうのはなかなか難しいところがあって、というのも、口が、うまくなれば、それがたとえ嘘だって説得できちゃうんじゃないか。つまり、その説得の技法だけ強かったとしても、それが真理を意味するとは限らないよねっていう仕方で、
まあ、批判されてきたところがあるわけですね。で、まあ、こういうふうに、まあ、考えてみると、習字学の中に、残る、このオイコ、そのオイコノミアですね、すなわち実践的なものが、まあ、残り続けたっていう歴史があるんじゃないか。で、そこから考えてみると、習字学っていうのは、このオイコノミアとどういうふうに距離を取るのかってことにずっと悪戦苦闘してきたんじゃないかってことを、まあ、考察しているわけです。例えば、人を説得する言葉がある一方で、それだけが人を動かす言葉でないことは明らかですよね。例えば、説得じゃなくて人を陶酔させることで、なんていうか、自分の意思を押し通す。そういう言葉の使い方もある。まあそこを、そういうことを考えてみると、まあこのオイコノミア、そして、エコノミー、習字学におけるオイコノミア、エコノミーは、その習字学の中の一つの、なんていうかな、不安として、まああり続けてきたのかもな、っていう、まあそういうことを、まあ考えた、論文だっていうふうに言っていいのかなと思います。今日の、論文紹介はここまでです。ではまた次回。